皆さんこんにちは。えっとシャロームの大竹と申します、えー。今日はようこそおいでくださってありがとうございます。えー、今あの説明ありました。4月11日に街中夢工房でのあの開催だったんですがね、えー、緊急事態宣言ということで今日になりました。 えー、今の時代本当にあの、えー、なんか不安のようなこれからどうなるんだろうみたいなそんなような気がいたしますけれどもしかし今のこの時代だからこそもしかして二宮金次郎先生のね考え方がすごく生かされるのかなとても重要なのかなとすごく思っています、えー、それでは皆さんどうぞよろししくお願いいたします。 はいじゃあ皆さんこんにちは、えー、本日は大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます、えー、この公民館佐藤家住宅でこういったイベントまあ多分久々だと思いますけれども今日は当主の奥様の佐藤幸子さんにもあのお越しいただいておりますよろしくお願いします。 であの本題に入ります前にまあせっかくなのでこの佐藤家住宅についてまあ若干あのこの場所とっても大事な場所なのでご紹介させていただきたいなと思いますこの佐藤家住宅まあ佐藤家は江戸の初期ですかね新潟の方からこちらの方に見えられた。 っていうような伝承があるということからすれば、もしかすると一番最初の徳川幕府上杉領だったっていう経緯がありますから、上杉と一緒にこちらに来たのかなっていうようなまあ推測が成り立つのかもしれませんね。その前だと戦国時代徳川豊臣の時は上杉とそれから伊達、当時伊達はここから。 ああ欧州仕置きで配置がいになって岩手山っていうあの宮城の大崎の近くですかね岩手山っていう城の方にあの飛ばされましてで関ヶ原の戦にどうしてもここを取り戻したいということで関ヶ原の終わりぐらいになるんですかねもうやるなって言ってるのにもかかわらず政宗は攻め込んできたというようなことですねで当時の城は上杉の城は えー、今の県庁のところに大仏像ってありましてその大仏像はもともと政宗のおじいさんですかね晴宗があ、まあ、あの管理してた、まあ、あ伊達と忍ぶ軍の,あの領域ここは米沢の方に移ってからですかね伊達のお父さんになりますかね照宗公になりますけれども。 でですのでその前のひいおじいさんが種宗っていうことで、えー、種宗治宗ま宗、あ、その3代のお墓それと首塚が福島の市内にあるんですね宝石、えー、寺それとあそこの楊林寺そういう非常に縁のあるところでこちらの新潟の佐藤家がいて。であの 江戸の末期には下地村の尊重作業とされていてで明治維新を迎えてでこの家屋は明治の8年ですかねあの建設された当時のママの保存状態になっているということです。まあ、ご覧のとおりあのかやぶきですね もうあのほぼ日本の中でも見ることができなくなったあ大事なまあ日本の原風景、えー、そのまま残してるこの思いは幸子、まあ、さんのご主人でいらっしゃいます敏夫さん,うんその前のお父さんが善一郎さんっていってあその2画ありますけれどもあの福島県の知事をあの昭和30年。 ぐらいですかね。あの務められた方でいらっしゃいます。そのさらにお父さんになると、あのまあ伊予線をこう開通の時にこうあのご尽力されたりというようなことで、まあ代々まあ政治今ここのあの。 村の町をなさってたということで、福島市泉あざ清水ということで、ここはあの清水川区ということで庭がそもそも今も水がコンコンとこう湧き出ています。そういうことで地名にもなっているというような場所です。それとこちらの板州のあの変額書になりますけれども。 新史っていうことで、新しい志っていうふうに読むらしいです。播州って、あの河野弘中ですね。自由民権運動で活躍された河野弘中の書と。いうことですので、多分こちらに来たときに、記号された。書がこのまま、あの残ってるのかなというふうに思ってます。まあ、これからの管理事がとっても、こう、あの個人では。 難しい時代になってきてますので、まあ、できれば早い時期に一般財団等の法人化をして、えー、みんなで管理維持管理できるようなそしてこういうあのイベントなどで使える施設として、えー、皆さんの,あの目に触れながら地域のこう安らぎの場であってほしいなと。 優雅の当主奥様の思いがありますそれではあの今日の本題になりますけれども今日のテーマは二宮金次郎尊徳の教えに学ぶ貴金の村の復興を成した宝徳君というテーマで私はあの相馬宝徳社畑中と申しますで、相馬宝徳社は実はあの設立は明治の初め、えー 斉藤之が設立したというふうふに伝わっております書物の中に何回か出てきますので、まあ、それは間違いないかなと思いますけれども斉藤隆之は、まあ、二宮金次郎さんの土井さん日本にあのたくさんいる中で、まあ、いわゆる四大門人門、まあ、人の中でも、まあ、の4人挙げられるんです後で説明しますけれども富田光景それと斉藤隆之 それと福住正恵岡田良一郎この4人が四大門人って言われてるんですけれどもそのうちの富田と斎藤が相馬中村藩。 私は相馬生まれなんですけれども相馬中村藩の藩士であったというようなことがあって斎藤孝之が明治になってから設立したというふうに言われてます。います。ただ斎藤が亡くなってからもう活動は休止してしまったので震災の時に全国から相馬の原発事故とそれから津波等の被害があった時にたくさんのご支援いただきました。その中で小田原だだっったたりり北海道だったり 静岡の掛川だったり、金次郎さんのつながりのある市町村それから法徳関係団体からご支援いただく中で相馬にはもう法徳者なかったもんですから相馬に法徳者ないのはすごい寂しいからぜひ作ってい 見ないかっていかう声がけがあって、えー、それでたまたま私 NPO 法人で、まあ、歴史大好きな、まあ、農家の長男坊だったんですけれども NPO 法人で「そうそう歴史文化保存会」っていうのをちょうどあの設立してました。であの声がかかって、まあ、そんな奉徳者も作らないかっていうことだったんで一、まあ、つ作るのも二つ作るのも、まあ、あの手間的にはあの一緒だから、まあ、両方一緒に作っちゃえっていうことで平成24年の9月の1 13日、えー、確かこれあの岸くもって感じですけれども父親の命の日の日に法人登記がな完了したっていうようなちょっとびっくりした日にちでもってあのスタートしております一般うん任意団体としてあの活動はもうすぐう開始しまして法人設立はまあそのお1年半一年半後かなあいうぐらいのあの。 タイミングにはなりますけれども、震災から、まあ、ほぼ10年目ですかね丸9年に迎える中で二宮金次郎さんの教え本当に大事だな自分自身も思っていく中でまあ当たり前ですけども。 あのこれからのの自分の余生去年の,あの3月にあのサラリーマンとしての仕事は一区切りつけましたけれども定年退職して残り何年やれるか分かりませんけれどもあの最後まで、えー、この活動に、えーまあ、力を注いでいきたいなというふうに思っております。 で私の,あの簡単な自己紹介ですけれどもあのまあそういうことで昭和34年にまあ農家の長男で生まれてちょうどこういうあのかやぶきの,あの家で、えー、まあ 大学入って就職するまで22年当時もう茅葺きなんか一件もなかったんですけれどもかや吹きですっと過ごししてましたとっても自分としては周りあの宅地化されていく中でポコンとあの茅がある家で育つことは自分としてはなんか非常にこうあのコンプレックスに逆になってましてですね周りは新興住宅街になったもんですからたまたまあのあの法務局の 子供さんだとか、それから銀行の子供さんだとかそういうあのいわゆるサラリーマンの方々の中に、まあ、農家の長男坊が一人ポコッといてその後私二人弟いるんですけれども、まあ、みんなでこう遊んでいく中で、まあ、自分はの田舎の学校の方にで周りの自由学生だったんで町場の学校ってこんなあの。で 切り分け方の中で育ってきましたちょうどあの中学校2年の時に高度成長期に入るもんですから「小一よ」と「う百姓で飯食っていけないから、まあ、サラリーマンにでもなれ」 まあ第二試験業な農家としてえまあサラリーマン生活しながら現在に至ったわけですけどもやっぱ家督だっていうような教えられ方百姓の長男だってこれはもう強烈だったんでまああのいずれ戻ってきてやりたいなと思った時に震災になって田んぼ畑は作れなくなった。 まあ、水路が塞がったんでもう2年近くはやっっぱりダメだったんですよねで、まあ、今もちょっと遊ばせてはいるんですけれども、まあ、農業の6次化、まあ、農産品の一次加工ではダ次ではダメだろうとそれを加工して、まあ、販売するところまでやってって、まあ、相馬彭徳社がそういった事業も立ち上げて自分で利益を確保して確保した利益は推上すると。 金城さんの教えは「姿勢勤労分動水上っていって水上分け与えるっていうことなんですよね。事情と多情で人,の人に分け与えるっていう、まあ、ボランティアの部分の究極の,究極の部分ですねこの教えはおそらくあの奉徳活動してる弟子さんの中でもそんなにいないとは思うんですが富田光景と斎藤隆幸はあ本当に守ったなっていうふうに思ってます。 いうようなことでですねつい先週 旧相馬中村藩の法徳役所跡で富田光景と斎藤隆之の成果これがあの本当にあの先週まで残ってたんですが残念ながら取り壊しということになってしまいましたまあその保存をしたいという思いでもって早々歴史文化保存会をスタートしながら相馬法徳社を設立したわけなんですけれども一つ駄目になったっていう残念な結果です。その前は 震災前ギリギリの時に福島県の民俗学会の会長をされてた大瀬耕徳之先生っていう20年ぐらいもあの学会の会長をされてたその先生が私の高校3年生の時の漢文の先生でしてで畑中君と。えー あなただったらもしかしたらあの単なる歴史好きだけじゃなくて、えー、保存もできるかもしれないからよろしく頼むよって言われたのが相馬市にある指定文化財のお名前が同じ住住宅宅きの住宅だったんですでこれがご司法造り佐藤家住宅でご司法司法っていうのは法徳司法によって、えー、褒美としてもらった、まあ、建てたあ家の一軒と。 いうことで相馬市の文化財になってたこれがあのおばあちゃんが亡くなって住む人がいなくなったからあちょっとあのかなり傷んできてるんであたなかんとかなんないかなって言ってるうち震災になって、えー、これもあの5年前でですすねね自然倒壊です、ね、その時にあの星の教授先生に見に来ていただいてまあ傷んでるからちょっと梁と柱の一部は使えるけど保存は難しいなって言ってるうちやっぱりダめだったっていうような感じです。 あとですのでこの佐藤家住宅とあと最大のもうテーマにしているのは来年の3月に取り壊し予定になっている富田光景の住宅です。これは南相馬の石上にあるんですすすけどももそちらも取り壊すっていう話になってますでこちらあの南相馬の建設会社の社長さんの方で所有している松江なんですけれども話しまして自分らで持っていくんだったら。 あのどううぞというといころままで来てますただお金かかりますんで、まあ、3,000万5,000万ぐらい用意しないとダメだというようなところでその費用をどうするのかクラウドファンディングもあるけれども、まあ、なかなかそんな簡単に費用は捻出できないできればやっぱり自分らで稼いでその中でやるのが一番いいんだろうけどもそんな簡単にもいかないよねって思いながらまずは あ諦めないで、えー、いろんなところに声掛けしていくために相馬徳徳者の活動も活発化しようということで取り組んできたのが、まあ、あ土徳流離っていうあのドキュメンタリー映画の制作でした「土の徳」っていうその土の徳が流離流れて離れてバラバラになる。 あのいうあのドキュメンタリー映画です原発事故をテーマにして、えー、浄土真宗移民私はあの加賀からあ実は江戸時代に相馬の方にやってきた浄土真宗の、まあ、あ一派かなり早い方にはなりますけれども馬場さん裟のアートであの、えー、本をあのお分けします新海百合子さんっていう方が絵本にしてくれて本、えー 本にししててて読んんででいいただいているももるんですけれど香川国から総選挙っていうお坊さんがあ相馬にやってきて、えー、天命天保の大飢饉の時に亡くなったあ人口相馬当時9万人いたあ人口が半分以上餓死したっていうふうに言われてるんです。ですんでこのコロナウイルスも大変なんですけれども昔は食べるものもなくて3年に1回の凶作の中からあ亡くなる方も多数いて。 疫病も腫れ上りますしねですので9万人は3分の1になったなんていう話もありますからほぼ村全滅というようなところで相馬の経済を立て直すためには人口を移入しなくちゃならないという相馬中村藩の政策。 これは非合法です、ね、徳川幕府認めてませんからそれを加賀の方から浄土真宗移民が数万人ですかね移民してきて開拓していったその後金次郎さんの教えにつながって法徳死後が成功するこのいう流れの中になります。 で金次郎さんの教えそもそもどんな教えだったかっていう部分にはなるんですけども今回のコロナウイルスってもう大変な状況でしたしそれに合わせておかしなあの今の経済の情勢国の流れがあったかと思います。検察庁の黒川 長官を押す動きそれを OB の皆さんがこう反対するいやこれどうなっちゃうのかなと思ったらとんでもないずっこけ方で終わってしまうってこんなねあの金次郎さんの教えだったらありえないもう自分ちょっと脱力感に包まれてまあなんか3日4日あああれはどういうことだったのかなというふうに思いながらあれをやってるとですね 日本は実は中国は尖閣諸島あたりに巨大あの軍事力を配置してどんどんこう来てるんですよね。なんか噂によるとなんかあの香港の方々はあ2,000人ぐらいなんか人がいなくなっちゃってるようだよっていうような情報が入ってきたりとか。あ 今そのコロナ騒動の陰で、えー、おかしなこう動きが出てきてるそれはわざとなのかもしれないなっていう心配もあるんですけれどもその両方で考えていく金次郎さんの教えは実はあのいろんなこう人生クンメーターのいい教えがあって。 たくさんあるんですけれども、本当の教えっていうのは教えの前に行動と実践で成果を出すっていうのが第一で、それは後からついてきた国蔵さんの教えを弟子たちがまとめたっていうことのようです。その中でも弟子でも先ほど言った富田光景それと斉藤孝行、この相馬中村藩師が教えたのはやっぱり実践の部分になります。で、えー、福住正恵 が教えたのは二宮王八和って言って王、えー、ってじいさんですねじいさんの八和ですので夜教えた人生君みたいな、まあ、年が離れてますから福住はやっぱあの序文に書いてますけども自分はあのずっと門弟の中でも下の方だったんで、えー、その厳しい改革の話は聞くことができなかった。 まああの寝静まった頃金次郎さんも当時もう60過ぎてましたから福住にいろんな話を聞かせてくれたそれがあの二宮大八は。これはあのやっぱりでですすいややねっぱ二宮大八から入ってくる方がとっても多いかと思うんですけども実は富田光景や斎藤高木が書いてるのは実は異勢者の額だ。 まあ祭りごとを行うものの指導者の額だっていう風に言われているから、やっぱその本質に迫っていこうとすると大変難しいなっていう感じもしてきます。それと特に斉藤隆之の書物はあ江戸時代。 に書いた教えの中では封建主義に反しているような民主的な教えのためにこれを江戸時代に出したらちょっとまずいことになるから出さない方がいいよっていうようなことで家族だけごく一部だけで見るというようなことで秘書っていうんですかね まあ秘密の秘ですけども秘書にしてた、まあ、それがあの亡くなって明治の中ぐらいになって、まあ出しましょうっていうふうに出したのが二宮先生五六だったり、法徳外記っていう。 ことになりますそれもあのかなり加工されていて、えー、本質の部分はどうもあの斎藤孝之が削ってしまったっていうようなことがあって、えー、その原本は当然相馬の方に残されていて徳徳広く法徳飛行っていうあの書物になりますその辺が分かってきたのは本当最近、えー 小田原の宝徳博物館の学芸員をされてる宇津木三郎先生が平成になってから相馬の宝徳飛行宝徳記録を解読して宝徳博物館から出版されていますそちらがこちらになるんですけどもこれがありますでこの元になっているのがあの相馬 で出している斉藤孝之の書これはあの相馬郷土研究会で昭和52年に出してるんですけども昭和52年に出版したのが実は斎藤隆之富田光景富田光景の末裔になるひ孫になるんですかね佐藤隆俊先生っていう相馬高校の先生、えー、されてた方が出されました。 それは、あの、次三郎先生が、さらにまた出して、それを読んだ私が。ようやくそういうことだったのか。<laughs> こんな感じになってき、きてます。で、その、教えはまだまだ私、自分自身は入り口で。まあ、最初のとっかかりぐらいですので、遠くが深いな。 でこれをあの分かりやすく分かりやすくするとこう焦点もボケていく部分もあるんですけれどもその存在を明らかにして伝えていくのがあ相馬法徳社のこれからの役割かなというふうに思ってます。でまずですね二宮尊徳の生涯ということになりますけれども、えー、天明7年小田原で生まれてます。小田原のあの箱根の石書ですね から北の方に降りていきますと境酒輪川っていう川があるんですけどもやっぱあの暴れ川で氾濫を起こしてますそこであのかなりあの大きな電波,波を持ってたらしいんですけれどもお父さんの代になって酒川川氾濫してでもうゼロになっちゃったっていうような状況ですね。 まあ開墾してたけど病気になって金次郎さんが、まあ、10歳ぐらいの時に亡くなるで立て続けにお母さんも亡くなるっておじさんの家に預けられるということになりましで、まあ、金次郎さん小さい頃から本読んでたんであの大学だったり論語だったり儒教の本、うん、しっかり読んで学んでたと。 その学びを自然の設立と自然とこう一緒にあの一体的にこう考えてえ自分自身で問題を解決していいったとっとうことなんだと思います、まあ、そのおまあ若くしてえ自分の家をもう建て直したからまあ周りの人が多分注目してたんだと思うんですね。やっぱ金次郎はそこまであの建て直したなと。 そのうち小田原藩の家老服部家から呼ばれて奉公に出るようになります。で服部家の再高を任されてそちらの家の方も見事に建て直したということになります。で当時の藩主小田原は大久保家ですね大久保忠実子が呼び出されてじゃあ小田原の改革もしてくれで合わせて栃木県の桜町の陣や 内家の改革もやってくれというようなことで栃木今の真岡市ですね二宮町なんかもありますけれどもあれやあのエリア一体のの改革の方るいのなかなかこう改革は進まないんですけれどもギリギリのところでようやくこう成功にこぎ着けるとそれまではやってもやっても改革できない。 いう長いの成功もしないんじゃないかあの成田さんにも雲隠れしたような時期もあったらしいですけれども戻ってきてなんとか立て直しができたというような成果があります。その後弟子がこう増えてまいりますけれども 相馬中村藩士富田光敬も江戸でその辺勉強してたらしいんですけどもやっぱりどうも学んでるだけで実践に結びつくいい先生がいないどうも小田原でで真岡の方に二宮先生という人がいるらしいからそちらに行ってみるかということで。 弟子入りをあの子援したらしいです。金次郎さん忙しいから三ヶ月ぐらい会ってくれなかったらしいです。近くでまああのおなんですかね、授業を教えるまあ寺子屋のようなのを開いて、えー、許しをあの得るまで待ってたということのようです。まあ、金次郎さん途中で気づいてまだいるのかとじゃあ会ってみるかということであって、まあ、弟子入りが許されたということになっています。 その時まあ金次郎さんは五十過ぎてたんだと思うんです。五十二歳ぐらいだったんですかね。あと富田光景二十七歳。えいうことで、その後あの富田光景はも金次郎さんの。司法、報徳司法を猛かで、えー。一緒にこう、あの手伝っていった。ということで。まあ、弟子の中ではあ筆頭ということになっています。富田光景はその後、金次郎さんの娘さん、文。 芙美子さんっても言いますけれどもあのお嫁さんにしまし,て結婚しますただあのお子さん生まれる時にやっぱあ死産だったっていうようなこととかあ産後の日立ちが悪くて芙美子さんも亡くなったっていうようなちょっとかわいそうな状況なんですけれども、まあ、そういうご縁があります。 富田は本当に誠実だったなやっぱ金次郎さんもそうなんですけれどもとってもあの真面目で場が真面目すぎるぐらい真面目な方だったんだなっていうのはこう伝わってますけれどもその後富田光景の養子として、えー、お孫さんですね金次郎さんのお孫さん金次郎さんの息子さんは孫光さんっていうんですけども孫光さんの長男は孫信さんっていうんですけども孫信さんの弟光栄 光栄さん高てさんですかね之助さんそれはあの養子に迎えて、えー、今も松江はい、いるということです。まあ、お嫁さんに来たのはあの相馬の,あの国家老ですかね池田種直の娘、えー、ということで相馬ともあのそういうご縁が ありますあの中桐真理子さんっていうあの女性の方いらっしゃるんですけれども金次郎さんのいろんな講演なさっているその方はその松江七代目のご子孫ということになりますね。はいえー、それで、えー、孫信さんは、まあ、お孫さんですけれども戊辰戦争を、まあ、ご存知だと思いますけれども。 当時あの日光新領廊下か,から日光の方に移って、えー、金次郎さん一家はあ幕臣として取り,取り立てられて幕臣ですね徳川幕府の直轄の,あの家臣になって、えー、日光の改革をしてた。で、あのー、当然戊辰戦争になって、えー、朝廷側の方から攻められますから疎開するということで日光をあのー 家財道具それと金次郎さん関係の膨大な書物を家族で相馬の方に疎開しますその後ずっと相馬で、えー、金次郎さんの奥さんですね歌子さんですかねそれとあの孫子さん息子さんそれと息子さんの奥さんそれとお孫さんずっと相馬の方で暮らしていらっしゃる。 そのあの孫信さんお孫さんは北海道の豊頃の方にそこまでの開拓開拓っていうか司法の取り組みはもう一定の成果を上げて新しい場所を目指すということで北海道の方に行くとこんな流れになっております。 まあ、富田斉孝景も斎藤隆之も,もうあの年齢はもう明治の20年代ぐらいになれば高齢、まあ、あになってますから北海道の方にも行けませんし相馬の地で亡くなったというこんな流れになっております。はい、で、えー、法徳司法お、まあ具体的なあの教えになりますけれども、あのー、皆さん聞いたことございますかね あの金城さんの教えで、まあ、有名なのは「姿勢勤労分度水上」まあ、4つありますよっていうようなことで、まあ、姿勢っていうのはあの真心でも言いますけれども、まあ、誠実にいい物事に取り組む勤労、まあ、一生懸命働く分度度を超えないで、えーまあ、言ってみれば入ってくる部分と出ていく部分。 入ってくる以上に出してしまったんではマイナスになってしまいますから、まあ、いろんなこう自分の活動もそうですけれども自分の分をわきまえてその範囲内でやるっていうことですね収入と支出あの金次郎さんの教えでは収入があれば半分ぐらいはもうあの残しといて半分で生活して。 残りの半分のうちのさらに半分は人に、えー、譲るとかあと残りの4分の1は将来の自分のために取っておくというような、まあ、分度っていうのを定めてますそれは反改革の時の基本,な基本的なあの改革の仕方だということでその反だったら反家だったら家。 まあ会社だったら会社のまずは分度ってはどこなんですかっていうのを徹底的に調査します相場だったらもうあの相場は国がいなかったので戦国時代の前 南北朝時代の頃からですね相馬はずっとあの今の相馬中村におりますけれどももともと千葉の一族で、えー、柏とか松戸とかあそこら辺に相馬がいてであの今の相馬市の方に流れてくるわけですけれども南北朝時代からのまあ記録、まあ、江戸時代の部分でいくと180年,度の180年間の分度をあの策定した計算したっていうふうに言われてますね。天地の3つに分けて、えー、真ん中と 自分らの分度はここだというようなことですねそれから「健と「権婚」「権一滴の「健婚」に分けるっていうようなことで「健婚」の中でその目標を定めていくというような教え。 それはもう今コンピューターだともしかするとあっという間にあの弾き出されるのかもしれないですけれどもその分度を出すのにものすごいデータをでお弟子さんがざっとそ揃版弾いてつなげていったこんなあの記録も残っていますその辺をあの徹底してやっていったのがやっぱ斉藤高行あたりなんだろうなというような感じはしていますそれとあと田田畝からどのぐらいの米が出るのかという,ようなのもあの 昔からそうですけどね「上・中」「下」とかってこう分けてますからね「あの上からは何,何秒取れます「中」下「下、えー」その中で、えー、大体の目安っていうのを定めていきますとこんな感じでねあと村の共同社会ですからあグループで結衣なんかでね一緒に田んぼだ田植えしたり稲刈りしたりあと「不審で家の建て替えなんていうのをみんなでやりますからああ そんなにあの貨幣、お金、えー、ないけどもしっかりした家をみんなで協力し合って建てて,んだなな建ててるんだなっていうのが。 わかりますね私の家もそういうことで安政年間の家で昭和の598年ぐらいまでありましたけど壊してもったいなかったなって今思えばあるんですけども古くてボロでっていうような思いだけで壊してしまいましたけどあ,のあれだけの家を江戸時代の末期に結構みんな村 あの親戚だったりしますんで、えー、同じような規模の,あの大きな家建ててるな今現存するのはあの何軒かかやぶきやっぱ1軒あるんですけど荒川さんの家がまあ人に住んでなくて多分はかなり荒れてるなっていう感じはするんですけどもあのそういう,う家をやっぱあの働けば働いた分だけ、えー、やっぱ建てられるっていうのが。 あの残ってますもしあの機会あれば私の実家の方にはあの浄土真宗の仏壇があの山形からあ江戸時代に取り寄せたっていうあの残ってましてあのそれだけがあの唯一唯一でもないかもしれないですけど残ってる花峰にはなりますけれども、まあ、ご覧いただければななんて思ってたりもしてます。えー、それからあの 金次郎さんの教えは、分これはあの富田光景が「法徳論」の中で金次郎さんってこういう人だったんだっていうのをあの序文であの書いてるっていうことで金次郎さんがあの言った言葉としては下の方にある自然とあと自分自分今の自分らの現在をこう結びつける教えになるんで、まあ、法徳君 以外にもあのもうオリジナルに溢れてるうわ。こういう風にやっぱ見るんだなあっていうのがたくさん出てきます。そのうち、あの報徳くんだり、ちょっとあのご紹介します。けれども、あの皆さん知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけども。あの、いろんなあの火で、昔はあの掛け軸なんかにも飾ってたりってもあります。けれども、この報徳くんがあの基本的な金城さんの教えにはなります。ちょっと私の方から読み上げてみますかね。 えー、父母の根元は天地の霊明にあり身体の根元は父母の生育にあり子孫の相続は夫婦の胆性にあり父母の風紀は祖先の近庫にあり我が身の風紀は父母の積善にあり子孫の風紀は自己の勤労にあり神明の徴用は衣食住の三つにあり 中の三つは電波多山林にあり電波多山林は人民の近郊にあり今年の移植は昨年の産業にあり来年の移植は今年の観難にあり年々再々報徳を忘るべからずこういう報徳君、まあ、金次郎さんの教えの一、まあ、あつになります。 いうようなことで、えー、自然の教えに金次郎さん、うん、学んでますえー、っと有名なあの出版では代表的日本人ですかねあの中でもあの西洋の方に紹介されてますけれども上杉洋山公とかあ二宮金次郎さんとか中江藤樹さんとか日蓮さんとかになりますかねあの中の一人で金次郎さん あの紹介されて、えー、ますので海外でも安住の金次郎さんのことをよく知ってらっしゃいますし今は中国の方でなんで日本は戦後こんなに経済が成長し発展したのかそれはどうも金次郎さんの教えにあるようだと明治以降あのパナソニックの松下幸之助さんとかあそれからトヨタの佐吉さん喜一郎さんですかね。 まあ金次郎さんの教えに学んだっていうふうに言われてるんで、えー、その教ええー、金次郎さんは真呪仏なんで神,神様って、ね、日本の神道 これはあの海外でいう「ゴッド」とは全然違うんですけれどもまあ神っていうふうに訳しちゃったからあの混同が起こっているんですけど日本の古来からあるまあ自然日本はどこにでも神様がいるっていうあの気持ちがあの自然とみん皆さんありますからそういう自然の説理をもとにした神の教え「島神道」かもしれないですけども神道の教えそれと仏仏様の教え それとあと十、十教の教え、孔子先生の教え。この三つを、あの、丸めて、一つの、あの。薬にした真珠仏正味一流がんって言うんですけれども、真珠仏。全部、金次郎さんは教えの中に、取り入れてます。それを、あの。 トヨタの喜一郎さんだった松下幸之助さんだったり,ったりあとあの今度どこを敏夫さんがお札になるんだったですかねどこを敏夫さんじゃなくてすいませんあの渋沢栄一さんですね<ー>渋沢栄一さんなんかもあの載ってますけどこちらの二宮金次郎の世界ということで一流の人なら知っている二宮金次郎ということで出てますけれども。 あのこういった日本のあの著名なあ政財界の方々があ学んでおります、まあ、ドラッカー先生まであの金次郎さんを高く評価しているというようなことで今やっぱり日本の経営者の方とか教育に求められてるのはあの原点にかえって、まあ、金次郎さんの教えもそうだし江戸時代の寺子、まあ、屋で学んだあ儒教の教え なんかもやっぱしっかり学ぶべきじゃないかなっていうふうに思ってます。あのどうですかねあの戦後日本が高度成長になって核、えー、家族が進んでしまってみんなあの次男三男房が東京行ってサラリーマンになりましたと。 マイホームを建てて、えー、ニューファミリーなんて呼ばれてた時代がありましたけども子育てってちゃんとうまくいったんだろうか日本の教育それでよかったんだろうかっていう反省なんかがあるんじゃないかと思いますけども戦前の教育二宮金次郎さんの銅像が昭和の11年ぐらいからあそれぞれの小学校でかなり建てられましたけども戦前の教育だっていうことで戦後全部金次郎さんの銅像を取り壊されて古臭い教えだなんて言われてましたけども。 古臭いんじゃなくてですよねもう一回見直して金次郎さんの教えだけじゃなくていいんですけども日本から古来からあった真珠仏の教えもう一回学び直した方がいいんじゃないかなというふうに考えてますコロナウイルスのこの騒動の部分でのやっぱあの疎外感っていうか家族間のつながりも失うようなあ なんですかね、社会システムを変えなさいみたいな教えになってますけれどもそれでいいのかなって本当に思いますし本当、えー、ここ,こ先週あたり出たあのいろんなあの問題ですね、えー、もしかすると戦後教育にあるんじゃないかなって私は思うんですけれども学校教育大学教育の4年生で親が東京で えー、子どもの進学にかける費用それがあのまかりながなくて、えー、子どもに借金させて奨学金で利子つけて返せこんなんでいいんですかねって自分なんか思いますね、えー、大学で四年間勉強しなくたって、えー、優秀な子はいっぱい育つんじゃないか優秀な子っては何ですかってったら学校で百点取ってで偏差値がいい偏差値がいいっていうのはあ全部同じ、えー、ペーパーテストで、えー 高い高得点を上げたのが優秀な子できる子っていうような評価になってますから評価の仕方自体も変える時期になってるんじゃないかな。 それとやっぱ生活して豊かっていうのは豊かの基準って何なんだお金持ちが豊かなんですかっていうことじゃもう全然ないんじゃないかな1,000万稼ぐ人1億稼ぐ人その1億稼いでいる人が幸せかっつったら絶対そんなことないですよねっていうのはもう明らかだと思うんですけれどもじゃあその上げた利益をどう使うのかっていうことの方が大事でそれは自分のために使うのか人のために使うのかっつった時の教え方は金次郎さんの方 教えの中に実はしっかり教えとして残ってんですよねでこの前清水先生もおっしゃってたあのたらいの水の話っていうのがありますけれども自分の方に水を引き寄せるとしたら逃げてしまいますよ で、えー、人の方にわわ与えようとすると逆にグルインと待って戻ってきますよっていうような教えがいろんなところに出てくるんですそれは例え話ですけれども大事な金次郎さんの教えが至るところにあってそれはもう心の中からそれを思うんで例え話として教えてやった方が分かりやすいからってことで教えてる。で実際教えてるのはもっと厳しい本質的な教えが 実は斉藤孝之と富田孝健のまだしっかり出し切れてない法徳非行や法徳広録の中にどうもあるなというようなのが感じてます。とってもあの今のところ読み切れないんで <laughs>。 あのでももう年も取っていくしこれどうすんのかなと思いながら自分の今の悩みの種なんですしあとやっぱ自分から情報を発信していかないと聞いてくれる人もいませんから、まあ、せっかくこういう機会も与えられたんで、えー、自分も話していくポジションっていうか。 スタートラインにに立っったなっていう,ふうに思ってます今ちょうど61歳で実は30年間浄土真宗の優しい仏様の教えの中で生活してきたもんですからサラリーマンで生活していく時に仏様の優しい教えはこれは俺役に立たないなって実は思ってました。あー なんかと競争したときに仏様の教えを元にしてたら負けちゃうんですね。でこれはダメだってずっと思ってたんで生きると死ぬっていう部分は教えてくれたけど仕事には生かされない。で自分で見つけたのがやっぱりあの陽明学。 儒教の一つですけれどもね、儒教の中の一つの陽明学でした。安岡正弘先生の書を読んで、あ、この教えだったら絶対間違いないなと思ったんで、えー。安岡正弘先生の教えを元にしながら、ずっと三十年間陽明学ばっかりやってきました。陽明学は、あの、何のことはない、あの、佐藤一斉先生、あの。昌平校ですね、昭平校の。 まあ、トップっていうか塾長っていうんですかねあの今の東大のお総長みたいなあ立場になるのかもしれないです佐藤一斉先生が、まあ、教えてたのは表向きは朱子学だけども江戸時代は漢性医学の金って言って朱子学,学,学以外は医学だから学んじゃダメだよって。 言ってましたでも朱子学っていうのはやっぱ頭でっかちで理屈ばっかりこねて実践が伴わないからダメだということでまあ大陽明学は朱子学を批判してもともとの教えをちゃんと学べで成果を出せやっぱ金次郎さんの教えにとっても似てるんですけど朱子学じゃない陽明学まあ安岡先生はあの平成の言語平成っていう天平らか日なる いう平成の言語を考案したっていうまあ陽明学者っていうふうに言われてますけれどもあの安岡先生がその辺ずっとあの昭和の時代政財界の教育者みたいな立場で教えてこられた先生でしたけれどもそれずっと自分自身も30年やってきました。でも結構やっぱり陽明学勉強すると、まあ 江戸時代だと河合嗣之助だったり大塩平八郎だったり昭和になると西山幸雄さんだったりあのあのどっちかというとぶっ壊れるようなあのイメージに捉えがちなんですけれども実際そうではないんですけれども自分の祝儀主張をこう強く出すと当然ぶつかえるところも多く出てくるわなってことで自分もそんなところはあったんですけれども震災後金次郎さんの教えをもう一回学び直そうとしようとした時に やっぱり真珠仏ちょうどあの自分もあのベースとなった、まあ、教えも学べたんでやっぱ入れるかななんていうような気持ちも持ってるところです。であの皆さんもあの近さんんもの教え あの古い原本そのままだと読みにくいんですけれども、うん、誰かが書いたやつだと少しやっぱり「トーンが変わるんですよね A さん B さん C さん書いたやつが全部変わってたりとかここいらないんじゃないか」って弾いてたところはやっぱ「二重三重」で出してるっていうのはやっぱり意図的に二回も三回も出してるわけで二、えー、回三回出てるのはダブりだから一つ目にまとめましたっていうような 表現されているあの解説の先生もいたけど私はそれは違うんじゃないかなってこんなふうに思ってですんであの後で見ていただきたいんですけどもこれ富田後の法徳論なんですそれから斎藤隆行の「法徳外記」これ漢文で書かれてるんで明治の人もほとんど読めないっていう状態それとあと富田興賢が書いた「法徳記」ですね。 でこっちルビが書いてあるんで音読み訓読みどっちもあるんでえー、面白いななんてことで見ますけども今イン,テインターネットででで入手すするることもできるんですやっぱあの原本とこう照らし合わせながらあ現代の訳をイメージして自分なりに解釈するっていう作業になるんで二行三行読むのにものすごいヘトヘトになるっていうようなことになるしなかなか落っつかないっていう感じもします。基本的にはそんんなな間違ってないんでやっていでやぱ映画とか あと漫画だとかアニメだとか見てもらいながらどんどん入っていただくのがまずはいいのかななんて思ってたりもしますその金次郎さんの教えも富田光景に教えてる時の教え方とあと福住さんなんかに教えてる時の教え方っていうのはやっぱりその受け取るあの素地によって 話の中身は変わってますって当然は当然ですけれども、まあそういう教え方になってますので、いろいろま読んでいくと本当に深い教えになるなっていう風に思っていると思います。私からのあの説明を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。